ノルドバップンは個人向けの仮想プライベートネットワークサービスプロバイダーである。Windows、MacOS、Linux 用のデスクトップアプリ、Android、iOS 用のモバイルアプリ、Android 部用のアプリがあり、手動セットアップで無線ルーター、NAS デバイスなどにも対応可能。ノルドバップンは強制的なデータ保持法がないパナマに拠点を置いている。 ノルドバップンは公式サイトに記載されている通り、2012年に4人の幼馴染によって設立された。2016年5月下旬には Android アプリをローンチし、続いて同年6月には iOS アプリを発表。2017年10月には Google Chrome のブラウザ拡張機能をローンチした。その翌年2018年6月には、 アンドロイド TV 用アプリのサービスを開始。2019年10月時点で、ノルドバップンは62カ国で5200台以上のサーバーを運用している。2019年3月、ノルドバップンは、ロシア当局から、ロシアのノルドバップンユーザーが検閲を回避することを防ぐために、同国のブラックリストに掲載されたサイトのブロッキングを開始するよう命じられたと報じられている。 ノルドバプンは1ヶ月の間にその要求に従うかさもなければロシア当局からブロックされるかの決断をすることを迫られたがロシア当局の要求に従うことを拒否し4月1日にロシアのサーバーを停止したその結果ノルドバプンは現在もロシアで運用されているがロシアのユーザーはローカルサーバーにアクセスできなくなっている2019年9月 ノルドバプンはビジネス向けの VPN サービス、ノルドバプンチームズを発表した。これは、仕事のリソースに安全にアクセスする必要がある、中小企業や、リモートチーム、フリーランスを対象としたサービスである。2019年12月、ノルドバプンは新たに結成された、VPN トラストイニシアティブの創設チーム5社のうちの1社となり、オンラインセキュリティだけでなく、 VPN 業界の自主規制と透明性を高めることを約束した。ノルドワップンはすべてのユーザーのインターネットトラフィックをサービスによって実行されるリモートサーバーを経由してルーティングし IP アドレスを隠してすべての送受信データを暗号化する。この暗号化にはオープンワップンとインターネットキー交換部位に IPSEC 技術がアプリケーションに採用されている。 一般的な VPN サーバーの他に、プロバイダーは P2P 共有、二重暗号化、とは特命ネットワークへの接続など、特定の目的のためのサーバーを提供している。以前、ノルドバプンは、ルーターに L2TP、IP セクト、ポイントツーポイントトンネルリングプロトコル接続を使用していたが、これらの大部分が時代遅れで安全ではなかったため、後に取り除かれた。 ノルドバプンには、Windows、MacOS、Linux 用のデスクトップアプリケーションと、Android と iOS 用のモバイルアプリ、Android TV 用のアプリがある。登録者は、Chrome と Firefox ブラウザ用の暗号化された、プロキシ拡張機能にもアクセスでき、また一つのアカウントで、最大6台のデバイスを同時に接続することができる。2018年11月、ノルドバプンは、 プライスウーダーハウス・クーパース社の監査でノーログポリシーが検証されたと発表した。2019年7月、ノルドバプンは実験的なワイヤーガードプロトコルをベースにした新しい VPN ツールノルドリンクスをリリースし、IPSEC やオープンバプンのトンネリングプロトコルよりも優れたパフォーマンスを目指している。ノルドリンクスは Linux ユーザーが利用できるもので、 ワイヤード UK が実施したテストによると、条件により数百メガバイト S の速度ブーストが可能だという。2020年4月、ノルドバプンは、すべてのプラットフォームにワイヤーガードベースのノルドリンクスプロトコルを段階的に導入することを発表した。この広範囲な実装に先立ち、合計千八百八十六回のテストが行われ、九つの異なるプロバイダ 19カ所の都市、8カ国で47台の仮想マシンが使用された。テストでは、オープンワップンと一系にの両方よりも早い平均ダウンロード速度とアップロード速度が示された。2019年2月の PC マガジンによるレビューでは、ノルドバップンは価格が高いと指摘されたものの、その強力なセキュリティ機能と巨大なサーバーネットワークが称賛された。 2019年3月の C ネットによるレビューでは、ノルドバップンの6台の同時接続と専用 IP オプションが好意的に評価されている。2019年10月にトムズガイドが公開した肯定的なレビューでは、ノルドバップンの利用料は手頃な価格で、筋金入りの VPN ヘビーユーザーでさえ優れていると感じる機能をすべて提供していると結論付けている。また、 同社の利用規約には管轄国について言及していないことに対しても触れ、同社の所有権についてより透明性を高められるのではとも指摘した。同社はその後利用規約を更新し、管轄国はパナマであると明らかにした。テクレーダルは中国のグレートファイアウォールを含む国家レベルのインターネット検閲を回避するためにノルドバプンを推奨している。 ありがとうございます。